むちゃくちゃうまそう。どうも、たずみです。今日も私、妻のために料理を作っていきたいと思います。今日何食べたい？さっぱりしたパスタだそうです。じゃあ、さっぱりしたってことは冷パスタですよね。で、トマトとツナの冷製パスタを作っていきましょう。それでは、作っていこう。じゃあ、トマトをサイの面状に切っていきましょう。はい、じゃあ、トマト切ったところで麺を茹でていきましょう。これ 1.6mm、 7分なんですけども、冷製パスタなんで1分だけ長めに茹でていきます。というわけで8分。ではソースを作っていきます。まずオリーブオイル、そしてポン酢、一回シェイク。そしてここに油を切ったツナを入れる。トマト、これがソースね。ちょっとお好みでオリーブオイルとポン酢は増やしたり調整してください。じゃあ生姜もすっていきます。 OK。 最後に大葉乗せていきたいから千切り。ちょっと冷やしていきます。冷製だからね。できた。むちゃくちゃうまそう。さっぱりであっさり。これは食欲ない時もいっぱい食べれちゃうんじゃないですか。お好みでポン酢入れたりするっていうのもありだね。俺、パスタの才能あり。というわけでね、こうやって、パスタをちょいちょい作り、パスタの才能あるんじゃないかとこういう風にね、言ってもらって、でパスタをどんどん作っていくと。はい、つまり私、妻の術中にハマっております。あ、本当に美味しいんだ。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので